皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今日は血圧についてお話ししてみようと思います。血圧計、皆さんは血圧計持ってますか？あとは自分の血圧って把握されていますか？実は私はですね、ちょっと前にですけどもね、動画でもご紹介しましたけど、このスマートウォッチを今使っていて、これもともと時計がね、今まで腕時計、普通の腕時計を使っていたんですけども、もうちょっと目がね、だんだん視力が落ちてきて、文字が見にくくなってしまって、時計自体は全然壊れてなくて気に入っていた電波時計だったんですけど、ちょっとね、買い替えようかなと思って、で、このスマートウォッチに乗り換えてですね、これとってもこの文字見やすくて気に入っていて、いいんですけども、このスマートウォッチ、こういう系のものって、この時計ですけど、そうじゃなくて、健康面をサポートする機能っていろいろついているじゃないですか。で、今回は、それは全然参考にならないよっていうお話をしたいと思います。結構取扱説明書にも医療機器ではありませんってね、注意書きが書いてありますけどもね、それはね、本当にそうなんだっていう話をちょっとしてみようと思います。で、これ、3000円ぐらいでね、アマゾンで買ったんですけどもね、さすがにアップルウォッチ、私アップル好きですけど、アップルウォッチはさすがに高い。で、あれも結構そういうヘルス的なケアとかできるんですけども、どうなんでしょうね、アップルウォッチもやっぱり誤差とか、実際私見たことないんですけども、多分ね、これだけのセンサーで測るものって、あんまりね、信憑性ないと思うんですよね。っていうのは実はちょっとやってみましょうか。ここに血圧っていうのがあるんで測ってみますね。一応これ心拍と血圧と血中酸素濃度が測れるんですけども、血圧やってみましょうか。だいたいこう10秒ぐらいで測れて、私これは全然信じていないので、全然参考にはしてませんけども、というか私もともと高血圧なので、数字がすごい低く出ると思うんですよね。普通なら高い数字が出るはずなのにっていうことなんですけども、どうでしょう、そろそろ出てくるかな。出た、112-70。絶対私ありえない、私こんな低くないんですよ。っていうのは、もう簡単の手に、はい、こちら、これパナソニック の血圧計なんですけども、さっきちょっと測ってみました。私いつも朝と夜の食事前に血圧を測定するようにしてるんですけども、ちょっと今高いかな、144-91、これが正しい数字だと思います。なんで正しいって言い切れるかっていうと、これちゃんと病院で見てもらいました。ちょっとね、別の要件で病院に行った時に血圧のことになって、で血圧計、病院ではさ、よく腕で測るやつをこうプシプシしながらやるやつがあると思うんですけど、これは腕でやるんですけど、でもちゃんと病院の血圧計みたいにこのギューっていう風にこの圧迫するようなやり方なんですよね。これはただのセンサーで、なんか光をピコピコ当ててやってるだけなので、全然正確じゃないと思います。で、これ病院の血圧計と、こっち実際両方同じ時に測ってみてやってみたけど、ほとんど数字誤差がなかったので、これはやっぱり正しいのかなと思います。144-91、144だからね、ちょっと高血圧なんですけども、でもね、朝とかは今薬をちょっと飲んでるんで120とかになる時もあるんですけどね、こっちの方がやっぱりね、スマートウォッチは時計としてはいいかもしれませんけど、やっぱりそういう血圧とかそういうのには全然参考値にもならないよっていうね、ことをお伝えしたくて今日はこの動画を作ってみました。ちなみに、私が今飲んでいる薬がですね、これですね、これはアムロジンっていう血圧を下げる薬で、いつも毎晩夜寝る前にね、飲んでいます。このおかげで今ちょっと昼までちょっと興奮してるのもあるかもしれないんですけども、高いんですけども、でもちょっとね、さすがに健康面というか減塩とかちょっと食事のことは意識するような感じになってきましたねはい、っていうお話でした。なので血圧とかどうなんでしょう、アップルウォッチのさすがはアップルって感じなんですけど、でも実際はやっぱり誤差があるんですかね。ちょっと脈拍も測ってみようか。これ心拍でしょ、97とかで今出てるよね。これさっき測ったんですけど、どこだ、ここ、ああ消えちゃった、100、101って言ってたかな今、合ってんのかな。
あともう一個、血中酸素濃度、血中酸素濃度、これでしょ。これだいたい97以上が普通って言われてるんでしたっけね。まあでもこれはどうなんだろうな。なんか97か。だいたいでも97って出るんだよなこれね。まあこれも全然多分正確ではないと思うんですけどね。まああくまで私はこれ時計の機能としてしか使ってないので、あまりこういう健康面の機能は意識してないので、やっぱりそういうのはちゃんとこういう、まあこれは医療器具と言っていいのか分かりませんけど、でもちゃんとした血圧計、ちゃんとパナソニックのものなので、ね、数値とか取るときはやっぱりきちんとした道具を使うべきだなと思いました。というわけで今日はちょっとね、私の、まあ、血圧のお話させていただきましたけどもね、ぜひともご参考になればと思います。というわけで今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。